平成29年台風第27号は2017年12月に発生しフィリピンに大きな被害をもたらした台風である。進路図2017年12月16日頃に中区諸島の近海で形成が始まった低圧部が同日9時に熱帯低気圧に発達した。熱帯低気圧は18日には低圧部に降格したものの 初各時に再びパラオの近海で熱帯低気圧に昇格した。合同台風警報センターは同日18時に熱帯低気圧形成警報を発表し、フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名、ビンタと命名した。熱帯低気圧は21日3時にフィリピン南部のミンダナオ島の東で中心気圧線ヘクトパスカル。 最大風速秒速18メートルの台風27号となりアジア名天秤と命名された。命名国は日本で天秤座を意味する。台風は比較的ゆっくりした速度で精神して22日による遅くにミンダナオ島に上陸。道東を横断した後にスール海を西に進み25日21時にベトナムの南の南シナ海で 熱帯低気圧に変わった。メディアを再生する台風の被害の様子を伝えるニュース映像この台風はフィリピンを中心に大きな被害をもたらした。台風が上陸したミンダナオ島を中心に大雨による洪水や地滑りなどが発生し200人以上が死亡した。ミンダナオ島サンボアンガ半島の沿岸沿いの村アヌンガンでは川の氾濫により 土砂や倒木によって家屋が流された。サンボアンガ半島の多くの地域では通信網や電気が寸断されて、橋の倒壊や洪水、土砂崩れなどで一部地域での孤立状態が続いたという。フィリピンには毎年20個ほどの台風が上陸し、たびたび避難警報が発令される。今回も沿岸部や川岸には避難警報が出されていたものの、 多くの住民がこの警報を無視したため、被害に巻き込まれたという。この台風のアジア名、天秤は、この台風限りで、使用中止となり、自順からは、コインというアジア名が使用されることになった。さらに、この台風のフィリピン名、ビンタも、この台風限りで、使用中止となり、自順からは、バーベナというフィリピン名が使用されることになった。ありがとうございます。